それでは、レイタタブ自動分類ブラウザの開発を、田松聡太郎と大坪新平が発表させていただきます。まず、我々が開発したものを一言で言うならば、氾濫するタブ一覧を自動で整理するモバイルブラウザというものです。氾濫するタブ一覧というのは、具体的にどういうことかというと、この動画のようにモバイルブラウザがタブで、数百ものタブであふれているという状態を指しています。じゃあなぜ こののタブ一覧を整理するる必要があるのかそれについいてて説明させていただきますこれを説明する前にそのまず2年前僕が気づいたことについて話させてくださいそれはある日僕そのモバイルブラウザでモバイルブラウザのタブでメモを取るのってめっちゃ便利だなっていうことに気づいたんですよこれ具体的にどういうことかというと例えば友達と会話していて気になったワードに出会った時 僕はそのすぐモバイルブラウザを開いてその場で検索してそのタブを残しておいたと。なぜならばその時は友達と会話していたりテレビを見ていたりラジオを聞いていたりしてその場ではすぐ詳しく調べられないっていうので僕はただ検索してそのタブを残しておいたと。でそれで記録を取っていた。具体的に言うと例えば「星を継ぐもの」という本を友達からおすすめされた時モバイルブラウザを立ち上げて 検索しますで検索して出てくるページから例えば「星を継ぐものは本であり漫画もあるぞと」と映画もあって「あ SF の本なんだと」とでレビューを読んでみるとあ「どうやらめっちゃ名作らしいぞ」っていう情報が詰まったタブを僕は残して記録を取っていたんですね。これじゃあなぜこのタブでわざわざ記録する必要があったのかというのを説明します。 具体的にはこのように iOS のこのサファリでタブを開いてメモを取っていたんですね。で対して普通の手法だったら例えば「<laughs> トゥードゥアプリ」とか自分の LINE に送るとか「Slack」に送るとかテキストだけで記録する方法もあると思うんですよで僕もやってました実際にで例えば1番目この「Undertale」って書いてるんですけどこれはまあゲームなんですよねで「Undertale」って記録した時1か月後僕はこれを振り返って「Undertale」ってんだってなると思うんですよ。 でも対してモバイルブラウザで振り返ると「あアンダーテール」っていうのはスイッチで出てるゲームなんだって今最近流行ってるすごい面白いゲームなんだってのが一発でタブを見ることで一発で分かるんですよ。ほかにも例えば「ブルーピリオド」ってテキストだけ見ても1か月後振り返った時分かんないじゃないですかでもタブで残しておくと「アフタヌーン」に連載されてて芸大を目指す主人公が活躍する漫画なんだってのが一発で分かるんですよね 他にもその南極料理人これテキストだけじゃ分かんない。でもタブで見るとあ,あ坂井雅人で言ってるんだこれ面白そうだっていうのが一発で分かるということですつまりそのブラウザのタブっていうのはメモにめっちゃ適してるっていうことです2つあります1つはその関連する情報をシームレスにストックできる例えばテキストだけ t o d ア p p に記録していても分かんないようなことがタブだったら 画像とか購入リンクとかレビューとか周辺情報が勝手に紐づいて保存されるんですよね。でさらに、えーえー、とさらに2つ目はそのキーワードだけをトゥードアプリに記録しておいたとしても結局そのテキストをコピーしてブラウザを立ち上げて検索することになるんですよだったら最初からブラウザで検索しておいてそのタブを残しておくっていうのはすごい効率的だとでこの2つの理由から僕はブラウザのタブを使ってメモをしていたということです。 でこうして僕は日頃の生活を行っていて、まあ、気になったタブで自分が興味を持ったタブでいっぱいになって嬉しかったとで我々はこのようにタブで記録する手法を search for ー a t e r method と名前を付けましたこれは気になったものはとにかく検索してタブを残すとで後から時間がある時に振り返ってそれを取り出して楽しむというものになっていますただただですよこのようにタブに起こして生活をしていくと まあ冒頭のスライドに戻るんですけどタブが氾濫していくんですよこれはそのただ消してないただ消してないタブとかじゃなくて自分が興味を持ったタブなんですよだから自分にとって価値のあるタブでこれは整理する必要があるぞと感じましたで現状のモバイルブラウザではそのような使い方を想定されてないのでまあ氾濫していくとでこのようにああっともっと自分の欲しいアプリをが作りたいとでこのように コンテキストがバラバララなんですよね、さっき見たタブ一覧っていうのは。で後から振り返った時に、まあ、見返しづらいものになってると、まあ、ゲームもあれば本もあれば行きたい場所もあって気になる記事もあるみたいな。で整理ができないと先ほど言ったその search for data メソッドがうまく機能しないんですよね。でだから僕は当時このあふれてるタブをブラウザ標準のお気に入り機能を使って 手動でフォルダ名を考えて、例えば本っていうフォルダを作ってそこに一つ一つタブを保存していくとか映画ってフォルダを作って保存していくみたいなこともしました。でさらにはその外部サービスのポケットとかハテナブックマークとかに一つ一つタブをエクスポートしていくっていうことをやってたんですけどなんか僕のそのタブの数に整理が追いつかないんですよね。で結局そのポケットを見に行ってもあのタブどこだっけあの情報どこだっけってなって モバイルブラウザを立ち上げて結局タブを見返すという状況になってたんですよだからその外部サービスとか表示のブックマークでは僕には足りないということになりましたで結局必要なのはこのような、えー、雑多なタブ一覧をこのようにカテゴライズして表示してくれるっていう機能があったらいいなと思いましたでそこで登場するのがこのレイタタブ自動分類ブラウザですでアプリのそのデザインはこのようになっていて タブとして記録するものになっていますとサーチフォーレーターメソッドがとてもしやすいものになっています具体的にはこういうふうにそのただ検索するだけ例えば「プラネティス」っていう漫画面白いぞって聞いたときにただ検索してそのページを見てで置いておくんですよねでするとこのように勝手にアニメ本宇宙漫画っていうタグが自動で付与されるんですよ <laughs> ということはつまりその簡単に絞り込めるということです。あとから週末暇なときにあ本読みたいなってなときに本っていうボタンをポチッと押すだけで本に関するタブだけがこう一覧されるというふうになってます。えー、このレイトのプロモーション動画をご覧ください。 このようにレーターはそのサーチフォーれーターがとてもしやすいブラウザとなっています。普段使いのブラウザをレーターにするだけでこのサーチフォーれーターができます。でちなみになんですけどこのレーターというのはこのサーチフォーれーターメソッドのレーターとアイスランド語で検索を意味するレーターから取っておりで、さらにこのモチーフとなっているものは冬に向けて食料を蓄えるリスからモチーフとしています。 でこのレイタはその従来のブラウザーはただ情報を見るものだったんですけどレイタでは情報を蓄えるものだという新しいブラウザのスタイルを提案していますでは一旦ここまでを一回おさらいしようと思いますすべてのタブにタグを自動で付与するため簡単に絞り込みができるというのがここまで説明したこのアプリのコアな機能ですつまりこうなっている雑多なタブっていうのがこう整理されますよとただ こういっっっったたたたベーータタ版をを作ってみととにに、まあ、我々ちょっと問題を感じんんでですすねタブにはカテゴリー以外の属性時間軸があるぞと思ったんですどういうことかっていうとさっきお見せしたこうやってタブでメモするんだよって一覧ですけども例えばこの「アンダーテ t ルってこのゲームはこのあとすぐ買いに行きたいんですよとかでもこの「ブルーピリオドっていう漫画は未発売の4巻が欲しいのだって今はまだアクションできないんだとかもうこの映画は見てしまったので誰かに勧めるかもしれないけれどもとりあえず今はすぐには必要ないですよって情報になったとか。 そういったこの時間軸っていう情報もタブっていうのはまあ持っているんだではこれを整理してあげないと今自分が欲しい情報だけにならないと思ったのでこれを3つに分類できる機能を作りました未来今はこの情報は寝かせておこうとかこの情報はもう終わったのでいいよ過去に置いておこうとかそうすると今手元に欲しい情報だけになるとこのセグメントの切り替えというのはこのように簡単な上のボタンで 切り替えをすすることができますで例えば、まあ、映画が好きな人の終わったところ過去の部分にはもう見終わった映画とかもう読み終わってしまった映画の解説記事とかえもしくはえグルメ好きの人の未来の部分には、まあ、まだちょっとリニューアル中なので入れないお店であるとかまたいつか行こうと思っている、まあ、来月行く予定があるお店であるとかそういった今は必要ない情報っていうのを置いておくことができますこの整理っていうのは非常に簡単なスワイプ操作で行うことができます で右に行くともう終わったよということなんですが逆にこう左側に行くときここでまた後でというときにはじゃあそれいつなんですかというのを選択できます例えばじゃあ通勤時に読むのに適したニュース記事でやるとかこれは週末時間があるときに見たいなという映画とかあとこれは特別な記念日に行くお店の情報なんだよという情報をそのときに出してほしいですのでこうやって置いておくと後からこのように数値を出すことができますそしてその数値を開くとあ 今この記事を見るといいんだなということでそのタブを開くことができますこのように過去と未来っていうのをきれいに分類していくと真ん中っていうのは今欲しい今できる今楽しみたいタブが収まってきますなので時間があるときにああじゃあこの中からどれを楽しもうかなっていうのを探すだけというふうになっていますもう一度ここでおさらいをしようと思いますこの search for ー a t e r ブラウザのレ a t ーこれは自動でタグ,を分,類するのタグ分類をするので 気に入った情報だけ、気に入ったカテゴリーの情報だけを簡単に取り出せる、さらに時間軸整理ができるので、今楽しみたい情報だけをさっと取り出せる、そして楽しみたいものを楽しむだけというのが、Search for Data ブラウザーのデータです。このプラットフォームは iOS だけではなく、他のアプリからデータに記事を保存するとか、PC からも閲覧も保存もできるというような機能を備えています。これが全てクラウドでシンクされているので、もう一回入れておけば、 どっからでも取り出せるぞという安心感なのでどん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 放り込んでいって後からどん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 探していこうというのがこのレダーターです次に分類手法について詳しく説明しますはい例えばプラネティスのグーグル検索結果のページなんですけどこのページを分類するときどのように行っているかまずこのページに表示されているテキストを抽出しそれを入力文字列とします でこの入力文字列を分類プログラムに入力するとまず学習済みの分類モデルが反応しますこれは我々が用意した10種類のタグ映画とか本とかグルメみたいなものが反応しますここではプラネティスの場合は本本が反応しますこれだけではまだ足りませんさらには運営が選出した600種類のタグこれはプロトタイプを運営してユーザーが使うであろうと我々が考えたタグを600種類定義し そのタグのベクトルと文章のベクトルのコサイン類似度がある式位置を超えた場合のみつけるというふうな判断基準で付与しますこの場合プラネッスの場合は漫画というタグが付与されますさらにはもっとニッチな単語例えば渋谷とか UI とか SF みたいなものそういうのは独自のキーワード抽出のプログラムが走りますここではその SF というワードがタグが推薦されます でこのように3つのモジュールを使うことによって、えー、あらゆる話題空間に対応しています大きいものは、えー、運営が用意した学習済みの分類モデルが走りでニッチなタグというのは、えー、独自のキーワード抽出の方法だったり文章とタグの類似度比較で、えー、推薦を行っていますまとめると、えー、この円があらゆる話題空間だとすると比較的大きいもの、えー、映画とか本とか そういうものは事前に学習した分類機が推定を行いそれに比べて小さいもの例えばそのカフェとか宇宙とかなんかそういうものは文章の類似度文章とタグの類似度で推定を行っていますさらに小さいキーワードは独自のキーワード抽出によって推定を行っていますはい以上が分類手法でしたそれではこれまで えっと、この現状のアプリに至った過程というのをお話ししたいなというふうに思いますえまず一、えっとまあ、回リリースをして、まあ、ベータ版としてリリースしてそこで寄せられた、えっと、アップスターのレビューというのを、まあ、我々は、まあ、詳しく読んでみました、まあ、その中で,です、ね、いろんなフィードバックがあったんですけど、まあ、もちろん使いにくいという情報もあれば、まあ、コンサプトはいいんだよという情報もありましたちょっとまとめてみるとこういったものが、まあ、多く寄せられていましたバックアップが欲しいとかもっと PC 版欲しいんだよとかそもそももっと分類制度上げてほしいとか 実はこの後でいってほしいっていうのはユーザーのフィードバックから発見して、まあ、これやっぱつけた方がいいよってつけたとかあと分類制度がどうしても悪いのでどうにかしようっていってさっき言ったモジュールが一つ増えて一つ増えていって、まあ、現状のスタイルに立っているとっていうふうな、まあ、ベータ版からの改善フィードバックによってここまで成長してきましたで他にユーザーの動向として見ているものとしては、えっと、過去28日間の使用状況のこれがリテンションのグラフなんですけれどもちょっと1周目がのリテンションが ぐっと悪いんですよね対してえっと1周目の悪さに対しては3周目というのはそこまで落ちきってないなというのが僕らの印象です。でもう一つグラフとして、これそれぞれえっとまあマンスリーとウィークリーとデイリーのユーザー数なんですけれども、この間実はあの新規ユーザーというのはほとんど入ってないんですけれども、結構アクティブユーザーの数は安定しているなと。それからえっと他の数値を見ていていも 1週間ぐらい使ってくれた人はずっと使ってくれてるってことが分かっていますただ逆にインストールをして最初の検索をするアプリなの,のに検索をするっていうユーザーが50%ぐらいなんですよねここに非常に大きな課題を感じていますまとめるとそのアプリをインストールしてから使い始めるまでの敷居がすごく高いこれはえっとまあリテンションの数値とそれから最初に使い始めるまでの数値を見た感じからまあ そういうふういいふに感じていますで、まあ、ここで解決するべき課題としては、まあ、コンセプトとか使い方っていうのをもっとアプリの中で分かりやすく見せてあげる必要があるのかなというふうに考えていますそれではちょっとまとめていこうと思いますで我々が作成したのは search for data というタブでメモするんだよという手法まずこれを提案しましたそしてこの search for data というタブで記録する手法これに最適なブラウザレーターを作成しています そしてこのデータが持っているものは氾濫するタブ一覧を自動で分類する自動で整理するという機能またタブっていうのを時間軸によって3つに分類することができるという機能を持って今欲しいコンテンツを今その手元に届けるというアプリになっています最後に展望も踏まえてどうしてこのアプリに至ったかっていう話をもう少ししたくて 僕らは一緒にアプリを作り始めて3年目になるんですけれどもそれからいろんなアプリを作ってきてもちろんリリースできたものもできなかったものもたくさんあるんですがその中で一貫していると思っているのは自分好みのコンテンツがきちんと集まる場所を作りたいってことなんですねで今回やろうとしたのは自分で見つけた情報の整理と記録これをうまくやろうってことなんですでも一番最初に作ったアプリっていうのは実はこの推薦 とか共有友達が見てるページが見たいよっていうようなアプリを作ったんですがこっちの方っていうのはなかなか使ってくれなかったんですねどうしても自分使ってるユーザーにとって価値があるものっていうのが提供できていなかったんですなので今はまず使ってるユーザーその人にとってすごく価値の提供できるものを作ろうとしていますただもし、えっとまあ、まだ改善の余地はたくさんあるんですがこのアプリでまあ記録と整理に関しても抜群だっていうところまでいけたらその後はこの 多摩津が見ているページこれいいらしいよってのを聞いて僕を見るとかとかこの映画見てほしい多摩津見てほしいと思ったらじゃあ多摩に送ろうみたいな多摩津のブラウザに送ってしまおうっていうようなことができるといいなというふうに思っています最終的にそ,そんなことをやって自分の見つけた情報だけじゃなくて友達が見つけた世界が見つけた情報っていうのをうまく整理できできたらいいなというふうに思っています 以上、これがわれわれのアプリケーション、のデータでした。ツイッターなどに先ほど流した動画などもありますので、ぜひリツイートお願いします。それから、ぜひ使ってみて、フィードバックなどもありましたら、ぜひこちらのアカウントの方にも、フィードバックをもらえればというふうに思います。以上です。ありがとうございました